広島市立日浦西小学校はかつて広島県広島市朝北区朝町大和毛儀にあった公立小学校日浦西小学校は児童数の減少が続く見込みであったが具体的な統合基準は定められていなかったその後広島市教育委員会は日浦西小学校の閉校を決め広島市立日浦西小学校は2008年に 広島市立日浦小学校と統合し、並行した。学校所在地。広島市立日浦西小学校。2005年3月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年9月26日閲覧。学校統合の基準づくりへ。中国新聞。2013年9月26日閲覧。明治。広島市立日浦西小学校。 二千三年十月三十日時点のオリジナルよりアーカイブ二千十三年九月二十六日へ閲覧大正広島市立日浦西小学校二千四年二月二十一日時点のオリジナルよりアーカイブ二千十三年九月二十六日へ閲覧昭和広島市立日浦西小学校二千四年二月二十一日時点のオリジナルより アーカイブ、2013年9月26日閲覧。平成、広島市立、日浦西小学校。2003年12月6日時点のオリジナルより、アーカイブ、2013年9月26日閲覧。ありがとうございます。